全然聞こえない。こんばんは。2月19日月曜日、時刻は夜8時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは、私みっつーこと大城みつよ。はい、気質学鑑定士みっちゃんこと島袋みつこ。はい、そして、今日は私の顔は出せないんですけれど、声だけの、ちょっとたまに回ってくる。そうだね。たまに、どこも触らないでいいんだったら交代するよ。うんうん、そうしよっか。はい。で、ゆうりんです。はい。という3名でお届けいたします。はい、よろしくお願いします。はい。告知の方ございますでしょうか。本当あるんだけどね。はい、うん、やって。なんかね、余裕がない。ああ、そういうことね。はい、わかりました。じゃあ来週お願いします。はい。はい。みっちゃんの方はですね、気質学協会の方で、いろいろ気質学、イベント、3時間のイベントなんですけど、なんと、平日2月の29日木曜日の午後1時から4時の3時間だけ、ブースがもう様々なブースが、アドバイザーの皆さんが、修了アドバイザーが14名いまして、その方たちの卒業を祝ってということでね、ミニ鑑定500円のブースあったりとか、その先輩、そのさらに先輩方の、まあ、運気鑑定があったり、アロマや、ネイル、のも様々な、ブースを先輩アドバイザーたちが出展するということで、楽しいイベントが3時間だけですけど、新都心の水プラッサ。あ、はい。はい。水プラッサ、なんて言えばいいの、あれ、水道局、水道局の隣、隣のビルの、デニーズでしたっけ。あ、デニーズ、はい。レストランデニーズの上、3階。あ、そうなんですね。はい、3階の研修ルームで。はい、はい、3時間のイベントをします。高層マンションの隣って言った方が早いかもしれない。そうかもしれないね。で、前の方に大きな駐車場がありますのでね、有料ですけど、駐車場、まあ、コインパーキングに停めていただいて、その3、そこのビルの3階。で、あります。ということで、また来週ね、詳細の方またお伝えしたいと思いますが、期日は2月29日の木曜日、2月の最終日ですね、平日なんですが、午後1時から3時イベントをしますので、よかったら遊びに来てください。はい、楽しみですね。ありがとうございます。はい、さてですけど、先週はどう過ごされましたでしょうか。なんか盛りだくさんですね。盛りだくさんですね。みっちゃんから言っていい？はい。2月の6日に皆さんにお願いしてました。何でしたっけ？リラの花主催の、ハワイ・マウイ島の火災に対する寄付の歌謡ショーがありまして、3つに綺麗にヘアメイクしていただいて、無事、務めさせていただきました。歌謡ショー出演してまいりました。ありがとうございます。非常にね、もう多種多様な方たちに出演していただいたので、すごく皆さん喜んでいただいて。あれは1000円は安いです。はい。皆さんからもその声が上がって、とっても嬉しかったです。はい。で、その、まあ、回も、まあ、いろいろあったんですけど、ちょっと疲れがバッて出て、休んでいました。で、その翌週、というのは先週ですね、もう去った、実は、昨日なんですけど、母の米寿のお祝いがありまして、家族だけです。娘、息子で6名、そこから、ね、パートナーが。なんか Facebook 見たんですけど、30名って書いてたよね。母一人が48名になってるんですよ、実は。で、なんやかんやで欠席したのが10名いて、参加者38名、母入れて39名の、うちわの食事会でお祝いを。これうちわ言うんですか？ね、びっくりしました。本当に向こうの、料亭の方もびっくりされてみましたけど、この今の時期にね、また。そうそうそう。すごい。なんかね。お母さん喜んでたんじゃない？とっても嬉しそうだった。もうこれを見て、うちの母も同じ88なので。そうそうそう。ぜひぜひ。やらないといけないって、めっちゃ思って。ちょっとプレッシャーですよ。兄弟でね、もう実は1年ぐらい前から、母の誕生日にこんなこと、ちょうど日曜日だし、みたいな感じでさせていただいて、本当に良かったです。で、記念写真もね、何十年ぶりに、子供たちと母とね、写して前撮りしたんですけど、それもタイミングよく昨日の昼間出来上がってまいりまして、みんなに。後で費用とかあったら教えてください。
はい、ということで、とてもいい、はい、週末を過ごさせていただきました。以上です。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい。はい、ゆりんは？はい、私はですね、うん、先週は、県外へ逃げまして、そう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 。はい、娘のところに行ってきました。うん、だいたい娘のところで、みんなね、なんか、いろんな手伝いとかしてんのとかいうふうに言われたんですけど、うん、いや、実は、まあ、それもちょっとあったんですけど、うん、9割区分は、うん、はい、お芝居見に行きまして、いいね、娘から誘われたので、うん、そのまま一緒に行ってですね、それから、まあ、次の日とかは、うん、まあ、引っ越しの準備ということで、うん、あと、なんだっけ、ニトリとか、イケアとかを回ってきまして、うん、イケアが面白いですね。うん。うん、沖縄にないから、本当に、感動するんですけど、うん、イケアがですね、なんでこれ、MC のところ、あれが、光らないんだけど、大丈夫なのかな、うん、声聞こえてるよ、ちゃんと。うん、ヘッドホンしてるから。あ、よかった。で、イケアが全然ですね、うん、もう、あれはね、お店っていうより、もう、なんていうのかな、アミューズメントになってて、うんうん、うん、めっちゃ面白かったです。よかったですね。はい、親子でね、引っ越しとはいえ、うん、過ごすことができて、いい、はい、いい、一週間だったと思います。はい。はい。まあ、一週間はいなかったけど。まあね。でもなんか、まあ、先週の出来事と。ふっくら。はい。そう。うん、3日間で2キロ増やしてきて、まあ、次の日には 0.5 キロ、その次の日には1キロ、どうにか落としたんだけれど、はい、あと1キロがまだ落ちない。多分、今朝体重測ってないから、はい、もしかしたら落ちてるのかもしれないんだけれど、はい、うん、頑張れ頑張れ。はい、頑張ります。はい、で3つ。太っちゃダメです。うん、だってクルーズでもね、太らなかったのにね。ね、もうそれだけ動いてたってことでしょ、船内。いや、だからクルーズで2万歩くらい歩いてたんですよ、ね。そうそうそう。まあ、でもね、うん、大阪でもやっぱり2万歩近く歩いて、すごいすごい。うん、より100メートルも歩けないって言ってたのよ。そうそう、歩けなかったのに。やっぱりね、うん、楽しいことをするとね、そうだね、歩けるんだよね。興味があって、うん、興味関心でいろんなところをね、うん、こう、回っていくうちにってことで、ね、なんか旅行っていいよね、やっぱりね。うん、娘がね、なんかすごく気遣って、うん、お母さんタクシーで行こうか、って言うから、うん、大丈夫。うん、歩ける。絶対歩ける。そう言ったら行きたくなるんだよね、ゆりね。はい。ということで、前半ね、はい、語ってますけども、3つの話を聞く前にですね、はい、今日の起きてテーマを先言っときます。はい、皆さん考えててくださいね。はい、2月19日になりました。もうあっという間ですね。うん、2月入って20日、もう目処に前にしてますけど、うん、さっき3つから、19、行くっていうことで、うん、行きたいところ、行きたい場所、うんうん、ということを今日はテーマにしたいと思います。はい。ということで、はい、じゃあ3つどんな1週間でしたか？はい。私はですね、うん、まあ、友達の誕生日から始まり、はい、なんか、ずっとなんか飲み会がずっと続いたんですよ。うん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 、なので、その後また、うん、ね、商工会女性部の飲み会という、ね、ありましたね。だからそれ一品持ち寄りだったんですけど、本当にその日朝から本当に仕事入っててギリギリで、また挙句の果てユーリンから電話っていつ迎えに来るのじゃないあれね、ユーリンが言ったよ、三つに迎えに来させたらっていうから、で、じゃ あの、まあ、私7時ぐらいでしか行けないよって言ったのに、うんうんうん、もうギリギリだからお家帰って何々してて、後まで段取りしてたら段取りが全部壊れて、どうしようどうしようって思ってて、もうギリギリまでちょっとオードブルとかいろいろ作ってて、したら気づいたらもう40分なりそうだわけ、もうと思って10分過ぎてると思ったら、家からなんか私が来ないことをびっくりして連絡来てなるほど、まあ、無事揃ったんですね、3名は。そうそうそう、だからリエに迎えに行ってもらった。はい、ああ、なるほど。そうなんです。そうだったんですね。リエから、そろそろ3つから電話かなと思って、あれ、リエって言って、うん、で、リエが迎えに来るのって、うんうんって言って。そうそうそう。はい、ね、みっちゃんは行く予定にしていたのに、
ちょっと仕事が、急な仕事が入っちゃって。一品持ち寄りでね、やるとなんかやっぱり他のね、持ってきた人のね、参考になってね。そうだね。で、申し合わせたようにいいバランスで、なんかね、あの、メニューが揃ったっていうふうにしましたけど。私はたまたまね、その前の週に、あの、道の駅で買った人参。あ、人参ね。人参ね、4種類の人参だったんですよ。そうそう、4色人参って。うん、そう、黄色、赤、オレンジ。楽しみにしてたのよ、それ。それのサラダを作ってきました。うん、素晴らしい、うん、ね。なんかみんなね、ちょっと健康害してるので、ちょっとあの薬膳スープに、すいません。サラダを。みっちゃんがね、本当にあの、前週、前々週と2週間お休みさせていただいたので、ね、頑張らなきゃいけないなと思ってね、今日来てますけど。リエのお家で、あの、バランスの、あれを、3つがやって、一回転んで、ガタンって転んで、で、その後なんか、どうにか、あの、捕まえながらやってて、で、私もやるって言ったら、みんなが止めて、やばいでしょええそうだよ、まだ右手そんな無理してないし。左手で止めてる、いいじゃんいや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 、ダメでしょ。もう、リエがやめてくれ、やめてくれって言って。それでもう、ダメっつって、片付けられちゃって。絶対やるから、絶対ダメよ、片付けて。もう、賢明だな、それ。なんでそんなみんなして、こう、過保護になるのはい、ということでね、とても楽しい、新年会になったようですので。はい、もうお酒もね、本当に、あれは九州大会からだった？そうそうそう。もう、だから半年ぐらい。いや、半年どこじゃない、2年。え？そうなの？そう。え？その時かな？いや、でも。2年経つ。あの、九州大会。会の時に、あの、リエが買ってきてくれて、で、しか、その後に、2年経ってるっけ？そうそう、うん。だから飲んでない、ちょっとね、お酒がね、ちょっと溜まって。溜まってて。で、まだあるって言うんでしょ？そう、まだ。そう。リベンジしたいと思います。はい、たくさんの方がね、メッセージいただいてます。はい、その前に、読み上げてから CM 行きますか。はい、わかりました。はい。はい、埼玉の郷さん。はい。一応の来て、こんばんは。こんばんは。はい。沖縄大好きさん。こんばんは。わん。いつもありがとうございます。はい。郷さんが、昨日、わーん、わん、ということですね。カフボーイさん、リジョの皆さん、こんばんは。わん、わん。なんか、あれなのかな流行りなのかななんか、にゃんにゃんって言いたくなるな。今日はめっちゃ暑かったですね。昨日、沖縄マラソンを走った人は、体バキバキでしょうね。して、そこのスタジオで3人は狭くないですか？狭いです。ツイッター見てね、いらっしゃる方。ちょっとね、なんか息苦しい。そう。あのね、いつものスタジオのね、3分の1ぐらいのところに縮こまっています。そうそう。あと1回かな？ここでできるそうですね。今ね、絶賛模様替え中なので。はい。ということでございます。はい。高保さん、こんばんは。こんばんは。まだ夜勤中です。あら、もう夜勤始まってるのね。お疲れ様です。お疲れ様です。バイトン。はい。カッボーイさん、先週の月曜日に、国立劇場沖縄で、春風亭昇太の落語を聞いてきた。はいはい。めちゃくちゃ面白かった。時、外、そばとストレスの海と、花笠っていう、花笠っていう。花笠と、花笠っていう、山石より行った。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ面白かったですけど、その前の言葉がよく、そうそうそう。解釈が。うん。解釈の解釈お願いします。お願いします。はい。よろしくお願いします。カッポイさんお願い。はい。ということで、行くということでね、あの、行きたいところ考えていってください。それでは CM 行きます。はい。なんか、この間、先週、なんかお客さんが、マツケンサンバと。聞こえないって。聞こえない？コマーシャル聞こえないって言ったね。うん。マツケンサンバと、あの、なんで、コロッケのショーが。そうそう、17日の土曜日にあったみたい。お客さん、そこに行くって言って、私のところでヘアメイクして。お客さんなのに。ちゃんと、あれしたのね。うん。美しくなりたかったんでしょう、きっとね。そうそう。楽しくってことで。テンション上げていくってことでね。やっぱりね、自分がね、メイクでも綺麗になったら、テンション上がりますよね。そうですね。ツイキャスの皆さん、私たちね、コマーシャルはね、流れてないんです、実は、と思うんで。だから、だからね、ちょっとね、目元でね、時計を折ってるんですけど、わかりづらい。
始まってるよって教えてくださいね。ドキドキしてます。大丈夫だと思う。5秒ってこと、うん、あと5秒。はい。あ、違う。今、ミーツの CM だな。うん。なるほど。うん。はい。もう、赤になるのかな。あ、これですね。うんうん。はい。あと10秒、9秒。7秒、6秒。はい、行くがテーマですからね、よろしくお願いします。どこに行きたいですか？はい。ただいまお聞きの番組は、はい、FM ギノワンから生放送でお送りする美女の掟です。時刻は午後8時、何分でしょうか？ 16 分回ったのかな？15分ですね。ごめんなさいね、みちゃんこの距離でも見えないんです。うん、はい。で、さて今日の掟テーマは、2月の19日、行くということをかけてですね、皆さん行きたいところ、ね、そういう、場所でもいいですし、何に行くでもいいですしね、お寄せいただけたら嬉しいです。さあ、どこに行きたいかな？はい、蜜いっぱいありそうね。うん、私から行っていいの？うんうん、私は、また台湾行きたいんですよ、うんうん、っていうかさ、本当に40回行ってるんだけど、コロナ期間中行けなかったじゃないですか、うんうん、でこの間豪華客船で台湾行ったのはいいけど、あれよね、行ったうちに入らんよね、すごくなんかフラストレーションがたまりますよね。4時間ぐらいだったかな結局、うんうん、なのでなんかなんつってね、こうツアーで降りるんだけど、降りる前に降りるこの台湾に入れる時間っていうのがだいたい6時間か7時間くらいしかなくって、うん、そのうち2時間は待たされてるんですよ。あ、待機、要するに待機っていうか、人数が集まらないからって言って、うん、それがね、うん、やっぱり電話携帯がつながらないので、うん、もう部屋にいて、ね、結局、うん、あ、部屋っていうか、この船の中と外じゃね、連絡が取れないので。うん、そうなんです、うん。だからみんながどこに行ってるかが分からなくて。なるほど、うん。じゃあ下船した人もいるわけね、中にはね。下船して、うん、迷ってる人、うんうん、だからこの辺ね、うん、ジャンボさんもちょっとね、初めてのことで、うんうんうん、まあ大変だったとは思うんですけど、うん、まあ一つのね、教訓としてどうやったらいいかというね、お客さんが間違えたんじゃなくて、ジャンボさんの、うん、指示が間違ったのとかが結構あったりとかして、うん、あ、かわいそうだなと思いつつ、うん、はい、じゃあもう待機の時間が長かったということですね。そうなんですよ、それでちょっと4時間ぐらいしかね、うん、結局行く時間がなくて、もうすぐ、はい、終わりみたいな、そう、うん、はい、次よ。はい、次行くよ。はい、次行くよって言ったって。長さん、まだみんなついてきてないって。そんな感じだからさ、もう、それでもう一回、また行きたいなと思って、うん。なるほど。やっとで行けたと思ったら、こういう感じ。そう、うん。だから次は、みっちゃんも一緒に行こう。はい、うん。ありがとうございます。本当だよ。約束だよ。ドキドキ。はい。パスポートから作ってください。ああ、そういうことですね。はい、わかりました。はい。どうでしょうか、皆さんからなかなか。なんかね、カウボーイさんがなんか書いてきてるんですけど。イクマキラ？生アキラ？なんだろう。ごめん、それも、ちょっと。読めない。それも解釈をお願いします。はい、私たち、日本語喋ってるよね。はい。ということでね、ツイキャスでね、面白いコメントがね、いっぱい来るんですけど、私たちが読み上げるのにちょっとどう読むんだろうっていうね。そう。はい。そんな感じなのですいません。フォローお願いします。はい、はい。ということで、ユーリンはどこ行きたいですか？私はね、ずっとね、うん、モルジブ行きたかったんですよ、うん。うん。だけど、なんとなく最近モルジブの熱が冷めちゃって、うん、で、ずっと昔に行きたかった、うん、火星にまた行きたいなって。来た。そこか。どこかってね、なんで私こんなに飛ぶんだろうなって、自分でも思うんですけどね。うん。はい。本当はね、うん、なんか顔まで、いや、火星人じゃない。今言おうかなと思ってた。髪
方がこうなってるから。ちょっとここに来て。交代しようか。はい。じゃあ、あ、ダメ。ちょっとこっちがね、いろんな機材があって。はい、あ、ダメですか。じゃあ、今日はね、残念ですけど、ユーリンは登場できません。はい。ということで。うん、手だけね。あ、出た出た。ツイキャスの皆さん、ユーリンの手です。はい。ということでね、ユーリンは火星に行きたいそうです。はい。ミッツーが台湾で、ユーリンが、火星と来たら、ミッちゃんは何て言えばいいんでしょうかっていうね、感じなんですが。ミッちゃんは舞台の上だったらどこでもいいんじゃないか、うん、そうね。歌ってる時がやっぱり幸せだなって思えるので、うん。うん、まあね、どこ行きたい、歌いに行きたいみたいな感じですけど、うんうん、台湾と、ね、コンベンションでも歌ったんだよね。あ、歌いました。はい。歌ったよね、うん。コンベンションも出ましたね。那覇とまだ。那覇とまだですね。那覇と大きかったよ。はい、うん、そうそうそう。そうですね、うん。まあ、県内のライブハウスは大体立ちましたし、うんうん、はい、出ましたし。ライブハウスといえば、ごめん、全然話が飛んでしまうんだけど、うんうん、昔ね、沖縄ジャンジャンがありましたよね。あ、はい、うん。沖縄ジャンジャンでも歌ったことあります。お、やっぱり。はい。はい、歌ってないところをまた。歌ってないところをまた行きたいなと、はい、頑張ってみたいと思います。はい、ということでね。あとね、20代、10代から行きたかったところがね、エジプトだったんですよ。うんうんうん、エジプト。で、40代に一度行けそうだったけど、大きな虐殺っていうか、事件がありましたよね、ちょうどエジプトで。断捨の。あ、はい。それで飛んじゃって行けなくなってしまって、危ないから。ということでね、情勢が。ということで、その機会を逃してから行けなくなってしまって。まあ、ちょっとね、それがね。エジプト。うん、私、なぜか、なんかエジプトの縁があるみたいで。うんうん、なんか行ってましたね。なんか浜東島、うんうん、そこに行ったとき、なんか、ちょっとね、うがんじゅあれたんですけど、うん、ありますそこに行ったときに、たまたま私たちの後に、この、なんか内地の方が、うん、この、ね、なんかお祈りに来てって、うんうん、そしたら、なんかずっと私を見てて、うん、あなたと会いましたとか言われてから、私会ってません、会ってませんって言ったら、うん、前世でエジプトで会いましたとか言われて、うん、前世かよ、覚えてないよって感じで。で、なんかもう不思議で、うんうん、そしたらなんかその後に、うん、オーラ占いっていうのをたまたまね、行、はい、ったんですよ。うん、あそこ、うんうんうん。そしたら、なんかあなたはエジプトで、なんか、うん薬草をこうやって、なんかみんなのためにちょっとなんての、このケアしてあげるって、この薬草を。で、行って、その後に、また、あら、あそこ森の宴で、そう森の宴で私についてるのが、薬事観音さんって言われて、で、その後に、また友達がエジプト行ったら私の顔が思い出して、電話がかかってきたんですよ。今、ケンタッキーの前にいるんだけど、エジプトのピラミッドの、はぁってんで、またその後に、先月、あ、去年ね、うん、伊勢神宮行ったじゃないですか。はいはい。して、伊勢神宮の近くで、イルミネーションあるからって言ったら、うん、エジプトシリーズだったんですよ。と思って、これエジプト行かないといけないじゃん、みたいなね、うん。行かないといけない。ね、なんかね、ルーツを探せじゃないけどね。なんか不思議な、うん、不思議な、ね。ご縁が深そうですね。うん、じゃあ、はい、エジプト行こうか。そうだね。行きましょう。はい、ちょっとでも、エジプトはね、一日で行って帰ってこれる距離じゃないから。私ね、今ね、うんうん、どこに行きたかったかなって考えてたら、うん、伊勢参りはたくさんしたんですけどね、3、4回。出雲行ってないんですよ。ああ、出雲大社。出雲 ね、行ったけど、うん、あれ、後から聞くと、うんなんていうの？ああ、あれが違うんだよね、うん本殿。本殿じゃなかったっていう。そうそうそう、そう違うんですよ。だから、本当のところね、そう行きたくて、はいその思いがちょっと強くなってるんですね。うんうんうん、だから、日本の中で私ね、44軒か全部行ったんですけど、うんうん、島根行ってないんですよ、うん。だからね、やっぱり出雲は行きたいなと、ずっと思っております。うん、私3回行ったんで、結局は本殿行ってなくて、3回目にして、うんうん、やっと行けた。知ってる人と行ったら、うんうん、ここが本殿って思ってると。ひっそりしてたみたいですね。そうそうそう。で、アカップボーイさんが何、はい、エジプトといえば、吉村教授はまだ発掘活動しているのかな、うん、
あ、そうなんですかね。最近はね、別の教授さんが YouTube とかね、番組頑張ってらっしゃってて、そう言われてみたら吉村教授はどうしたんでしょうかね。はい。ちょっと情報わかんないです。誰かわかる人、ね、教えてください。はい。あと、沖縄大好きさんね、さっきの、生間キラってところ、生間明さんのことかなって言ってるんですけど。いらっしゃるんだ。っていうか、どこに生間明さんの話が、カープボーイさんのところにあるのかなって、生間キラってところ、が、どこからこれが出てきたのかが、まだやっぱりわからないので。だから、なんかその地名か場所の名前なのかなって思ってたんですけど。ああ、そういうことをね。このなんか蕎麦とストレスのこっちの方から来てるわけじゃなくて。うんうん、はい。秀樹金子さん。金子さん。はい。ありがとうございます。ね、初めて。先週こんばんはって初めてですっておっしゃった方じゃないですかね。多分。エジプトに本当にソウルフードあるよ。はい、韓国と違うよ。ということで。あ、そうなんだ。じゃあなんかあるかもしれない。はい。で、カーボーイさん、ただのダジャレです。そうですか。そうですか。はい。ダジャレをね、あれするのって大変。あ、もう時間になりましたので。またね、はい、来週。また来週お願いします。バイバイ。バイバイ。私が手振っても見えない、ね。バイバイ。ゆりの分まで。はい。ありがとうございました。放送大丈夫でした？はい、放送バッチリ大丈夫でした。すいません、大騒ぎしてしまいました。